おはようございます。安息日学校の今日教会へいらした方々とご挨拶の時間を設けさせていただきたいと思います。どうぞご自由にお立ちいただきまして、歩かれて同じ教会へ集う仲間の兄弟たち同士ご挨拶の時間です。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。どうぞお席にお戻りお願いいたします。それでは安息日学校を始めるにあたりまして、賛美歌礼拝をもって始めさせていただきたいと思います。今日はですね、ちょっとクリスマス過ぎちゃったんですけど、クリスマス関連の歌と私の独断と偏見で曲を選ばさせていただきました。希望の賛美歌、まず最初1曲目、希望の賛美歌の41番、牧人羊を皆さんで一緒に賛美いたしましょう。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。続きまして42番、神の御子は今宵しも、ご一緒にお願いいたします。続きまして、希望の賛美歌148番、命の御言葉、よろしくお願いいたします。Thank you.
とうございました。最後もう一曲一番だけじゃあお願いいたします。252番の慈しみ深きです。よろしくお願いいたします。それでは安息日学校本番に入らさせていただきたいと思います。最初にですね、開口賛美歌を皆様とご一緒に賛美いたしましょう。お立ちくださいませ。お願いいたします。お祈りさせていただきます。恵み深き天国のお父様、今日迎え入れましたことを感謝いたします。また本日安息日学校を開校することができて、皆様方とお会いできますことに心から感謝申し上げます。ありがとうございます。どうぞこれから始まる安息日学校をお守りください、お導きください。今年は元旦より能登沖地震と大変大きな天災がありました。被災された多くの方々および亡くなられた方の残されたご家族の方々をどうかお守りくだ導き、暗闇の中に光り輝く道しるべとしてあなた様の愛を与えてください。今日安息日学校に集い、あなた様の御言葉を学び、あなた様の愛を全身で受けられる私たちはいかに愛されているか、幸せでいるか、改めて感謝させていただきます。私たちはより一層あなた様が与えてお与えになられて生命をいただき、役割を果たすために弱き者たちを助け、お互いに学び愛し合い助け合うことをお約束させていただきます。これからもすべての人たちを見守り愛してください。私たちの家族を愛するように、私たちが家族を愛するように、たくさんの人たちが助け合い愛し合いますように、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。どうもありがとうございました。改めて皆様おはようございます。本日1月13日、安息日学校へ
ようこそいらっしゃいました。教会へお集まりいただいた皆様とお会いできましたことをとても嬉しく思います。またネット等でご参加くださっておられる方々、安息日学校では心から歓迎させていただきます。ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。本日の安息日学校の担当はピアニストが諸見里優子さん、司会は牧野が務めさせていただきます。本日の安息日学校のプログラムです。特別賛美歌は長老の方々にお願いいたします。また本日は1月生まれの誕生日献金を捧げさせていただきます。1月生まれの方はご用意をお願いいたします。その後は皆様お楽しみの暗唱聖句でございます。聖書の学びは祈りを教えてくださいと題しまして、近藤先生に会堂で行われます。よろしくお願いいたします。あと安息日学校からの連絡です。先ほど申し上げましたように、本日1月生まれの方の誕生日献金を捧げます。昨年1年間で聖書通読をされ終わられた方は安息日学校受付までお知らせください。表彰式を1月27日に行わさせていただきます。今期の聖書研究ガイドと副読本が配布をしております。研究ガイドは1冊770円、副読本は1100円となっております。釣り銭のないようにご用意をお願いいたします。今年も暗唱聖句聖書通読に皆様チャレンジしていきましょう。よろしくお願いいたします。それでは特別賛美歌を長老の先生方によろしくお願いいたします。
ありがとうございました。なんか世間一般的に長老っていうとお年寄りの集まりのようなイメージを受けますけれども、なんか若々しく初恋のカルピスの味を思い出すことができました。ありがとうございました。それでは続きまして、先ほど申し上げました、誕生日献金、1月生まれの方の誕生者の誕生日献金をさせていただきます。最初に近藤先生よりお祈りをお願いいたします。あ、違ったか。お祈りを、あとですか。あと、すいませんでした。じゃあ1月生まれの誕生日の方のご用意をお願いいたします。1月生まれの方、よろしくお願いいたします。それではお祈りをお願いいたします。ではお祈りいたします。天にいらっしゃいます父なる神様、私どもに命を与え、また私どもの歩みをお導きくださいますこと感謝いたします。この月、命をお与えになった皆様一人一人が献身の思いを持って献金をいたしました。どうかこれからの皆様の歩みをあなたが共にいてくださり、性別しお持ちくださいますように。そしてまた豊かに祝福してくださり、その祝福を周りの方々にも分かち合うものとしてくださいますように。あなたがいつも共にいてくださり、時期にかなった助けを与えくださり、お導きくださることを感謝いたします。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では続きまして、皆様お楽しみの暗唱聖句の時間でございます。前もって予習された方、ちょっと学ばれた方、中途半端でも構いませんので、どうぞお立ちくださいませ。よろしくお願いいたします。それでは最初に皆さん一緒に歌い、暗唱聖句を唱和しましょう。1、2、3。またイエスはあるところで祈っておられたが、それが終わったとき弟子の一人が言った。主よ、ヨハネがその弟子たちに教えようように、私たちにも祈ることを教えてください。ルカ11の1。ありがとうございます。それでは皆様お立ちくださいませ。皆さんでご一緒に暗唱聖句をいたしましょう。それでは1、2、3。またイエスはあるところで祈っておられたが、それが終わったとき弟子の一人が言った。主よ、ヨハネがその弟子たちに教えたように、私たちにも祈ることを教えてください。ルカ11の1。ありがとうございました。どうぞお座り、ご着席ください。
続きまして聖書の学びの時間に入らさせていただきたいと思います。こちらの会堂では先ほど申し上げましたように近藤主任牧師によりまして祈りを教えてくださいと題して学ばさせていただきます。その他ズーム、その他は各場所で分かれて分教となります。よろしくお願いいたします。それではお祈りをして始めたいと思います。天にいらっしゃいます父なる神様、これより支援を通してまた聖書ガイドを通して学んでいきます。どうかあなたが共にいてお導きくださり、また支援から豊かに祈りについて学ばせてくださいますように、そしてまた支援の祈りの言葉を私どもの祈りに通してくださいますように、またそこからいろんな状況の中にある私たちですけれども、あなたの恵みを思い起こし感謝し賛美するものとしてくださいますように、この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今期はですね、支援から学びます。支援は150編からなる、詩集と言ってもいいですが、詩というだけではなくて実はいろんなメロディーのついた賛美の歌詞というふうに言ってもいいと思います。まあ、ただ古代の賛美なのでどんなメロディーがついていたのか、まあ、推測の域を出なかったりするんですけれども、また同時にこの賛美はですね、メロディーのついた祈りだとも言われます。そういう意味でですね、詩編から祈りを学ぶということ、今日ですね、今週はそのような学びになっています。それで皆さんいつ頃に祈りを覚えました？クリスチャン家庭に生まれてますと親が祈っているのを聞きながらだんだん自分も覚えていくということになるわけなんですけれども、突然こうキリスト教の何て言いますかね、社会といいますか教会の中に入るとなかなかこうすぐに祈れるわけではないですね。今私看護学部のチャプレンもしているんですけれども、新入生の中に多くの新入生がキリスト教背景がない、初めてここでキリスト教に接するという学生なんですね。寮でですね、毎日礼拝があったりするんですけども、そこで順番に祈りが回ってきたりするとみんな戸惑ってしまうんですね。そうするとやはり祈りを教えてもらわなきゃいけない、どんなふうに祈ったらいいのかということで、まあ、先輩方が講壇のところに祈りの言葉を書いてくれて、これに合わせてお祈りしたらいいよというようなですね、指示が与えられてたりして、だんだんそれで祈るようになっていって、いつの間にか西学院に来て初めて祈りということを経験した学生たちが自然に祈るようになっていったりいたします。そういう意味でですね、祈りの模範といいますか、祈ることが教えられるってこと、とても大切だなと思います。場合によっては非常に今日の11ページのですね、今週のテーマというところの一番最初に書いてありますが、
一部のクリスチャンの間で思いつくままの祈り、学んだものでない祈りだけが本当の祈りであるという考え方が広く行き渡っているようですと書いてあるように、思いつくままに祈っているうちに非常に祈りが偏っていたりということがあるかもしれませんね。私の祈りもこう振り返ると今週学びながら、ほとんど僕が願い事が多いなと、どちらかというと祈りというよりご祈願というようなですね、よくお正月にするそういうものに近くなっているなというような気がするんですが、実に支援の祈りは豊かです。またある教派においてはですね、祈祷書というのがある教派もあります。あらかじめもう祈りの言葉があって、それを朗読して、祈るというですね、しかしそういう祈りの言葉を通して、あ、こういうことも祈るんだな、こういうことも祈らなきゃいけないんだなっていうのを教えられるという、そういう教派もあります。私たちにも祈りを教えてくれるものがあります。それは聖書であり、今週学ぶ詩編でもあります。例えばイエス様も祈りを教えてくださいました。暗唱聖句、先ほどいたしましたけれども、弟子たちがですね、イエス様に祈りを教えてくださいとお願いした場面です。お読みいたします。またイエスはあるところで祈っておられたが、それが終わったとき弟子の一人が言った。主よ、ヨハネがその弟子たちに教えたように、私たちにも祈ることを教えてください。このヨハネというのはバプテスマのヨハネです。イエス様の弟子の中にもバプテスマの弟子、イエス、ヨハネの弟子だった人物たちがいます。そしてバプテスマのヨハネに導かれてイエス様の方にですね、弟子となっていった人物たちもいるんですね。イエス様からも祈りを教えてもらいたいとお願いしている場面です。イエス様が祈った後ですね、弟子がこういうふうにお願いしたというのは、イエス様の祈りが非常に豊かで教えてもらいたいと思うような祈りだったのかなとこう想像したりいたします。で、ここを教えてくださいと言っているところなんですが、実は福音書を読むとですね、あんまり弟子たちが主体的にこれこれについて教えてくださいと言っている場面、そんな多くないんですね。読むとここは数少ない弟子たちの方が進んでこれについて教えてくださいと言っている場面のところです。イエス様はそれを聞いて、この後に主の祈りを教えてくださいますし、その後ですね、例えで、求め続けることの大切さということを、そして求めるものに与えるという、求めればそうすれば与えられるであろうという有名な言葉が出てきます。で、最後にですね、求めてくるものに神様は聖霊を必ず送られるというですね、約束もお与えくださっています。このようにですね、福音書の中にもイエス様が教えてくれた祈りがありますし、またイエス様がゲッセマネの園で祈られたその姿も、私にとって祈りを教えてもらえる大事な場面です。また詩編はその祈りを教えてもらえる方向と言ってもいいです。私の祈りについてですね、どういうことを祈ったらいいのか教えてくれますし、また祈りを豊かにしますし、私の祈りを変えてくれる書でもあります。そしてそのことで神様との関係を深めてくれる書です。その役割について、特に祈りに関してですね、今週は詩編から学ぶんですが、10ページの一番最後にこんなふうに書いてあります。いろいろ詩編には祈りの言葉あるんですけれども、全体的に祈りと言ってもいいぐらいなんですが、特にですね、物事が私たちにとってうまくいってない状況の文脈における詩編に注目しますと書いてあります。特にうまくいっていない困難の中にある状況が背景となっている、詩編から祈りについて学ぶというんですね。こういう時ってなかなかどう祈っていいのかわからない時あるかもしれません。そしてもう祈る気持ちすら萎えてしまうということもあるかもしれないですね。そのような状況の中で支援記者がどのように祈ったのか、この支援の言葉から今週学んでみたいと思います。では早速ですね、日曜日に移ってみましょう。日曜日に祈りに詩編を用いるという題でですね、問1で3つの聖書の言葉が紹介されていました。3つ少し並べておきました。まず詩編105編の5節6節ですね、5節が書いてあるんですけど、6節までもちょっと入れておきました。
お読みします。そのしもべアブラハムの子孫よ、その選ばれたものであるヤコブの子らよ、主のなされた屈辱見業とその奇跡とその御口の裁きとを心に留めよとあります。その他コロサイの3章の16節にですね、こんな言葉があります。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに宿らせなさい。そして知恵を尽くして互いに教え、また訓戒し、詩と賛美と霊の歌とによって感謝して心から神を褒めたたえなさい。もう一つ、ヤコブの5章の13節は、あなた方の中に苦しんでいるものがあるか、その人は祈るがよい。喜んでいるものがあるか、その人は賛美するがよい。祈ることと賛美するっていうことがこう対になっていてですね、賛美は先ほども話したようにメロディーについた祈りともいうことで非常に関連しています。でこの3つの聖書の言葉なんですけれども、ここにですね、非常に祈りについて大事なことがこの3つの書の中に含まれています。少し簡単にご紹介したいと思います。まず最初の詩編の105編ですね、こんなふうに書いてあります。アブラハムの子孫よとかですね、その選ばれたものであるヤコブの子らよと書いてあります。これ今詩編を読んでいる者たちがどういうものであるか、直接的にはイスラエルのために語りかけているわけなんですが、これ何を意味しているかというとですね、祈りにおいて自分が神様との関係において何者であるかを思い起こすということです。アブラハムの子孫だ、しかもこれアブラハムの子孫ってただ自分のご先祖様がアブラハムですということだけではなくて、そのいきさつを振り返るとですね、アブラハムがもはや奥さんのサラとご高齢になってですね、子供を産めなくなっている状況のところで、神様の本当に不思議な御業、不可能可能とされる神の御業によってイサクが与えられるわけですね。文字通り授けられたんですね。そういう意味ではこのイスラエルで呼びかけられている民は神から命を与えられ始められた民だということなわけです。私たちに置き換えてもですね、御子によって神のものとされた、神の子、神の家族とされている私たちです。でその選ばれたものであるヤコブの子ら、ヤコブの子らっていうのはアブラハムの次の3代目がヤコブです。ヤコブから十二部族が分かれるわけなんですけれども、しかもこのヤコブはですね、エサウとヤコブという二人子からヤコブの方が選ばれているんですね。そういう意味で選ばれたものとあります。しかし選ばれると何とはしですね、先民意識というプライドが高いなと勘違いされそうなんですが、これはですね、あくまでも神様の御用のために特別に選ばれているということなんですね。その御用はどういうものかというと、アブラハムに託されたあなたの子孫を通して全ての民が祝福に預かる。何のために選ばれたかというと、他の人々を祝福するためにあなたたちは選ばれたんだよ、分かち合うために神様から受けた祝福恵みをですね、選ばれたんだ、そういう役割を託されて選ばれているということなんですね。そういう形で神様との関係の中で自分が何者なのかっていうのを思い起こすということ、祈りにおいてすごく大切なんですね。私たちはやっています。それを経験、あるいはもう慣例的にと言ってもいいです。天にいらっしゃいます父なる神様とよく祈りますね。そこにもすでにですね、神様と私たちの関係が込められているんですよ。神様が私の父である、私はその神様から新たに神の子として生まれ生かされている神の子供だという認識です。慣用句のように祈っているかもしれませんけど、子供として父なる神様に遠慮なく祈っていいんだよという、こういう関係ですね。隠し事をせず打ち明けてというですね。で次のこの主のなされた屈辱見業というのは、振り返って、過去に神様がなさってくださったことを思い出すということです。この後の詩編にもそういう言葉が出てきます。今のことだけじゃなくて、過去どういうことをしてくださったかなということが、また神様への信頼や感謝や賛美にもつながるんですね。それを忘れちゃうと今の問題だけに目がいってしまってですね、大変だ大変だという話になってしまうわけです。また後で支援にも出てきますので詳しく説明します。
それからキリストの言葉はあなた方のうちに豊かに宿らせなさいと書いてあります。キリストの言葉、あるいは広く表現すると聖書の言葉を心に蓄えるということです。聖書の言葉を通して何を祈ったらいいのかな、祈るべきなのかな、あるいはもしかしたら聖書の言葉を通して気づかされる自分の足りないところや改めるべきことなども気づかされて、そこも祈ることになると思いますね。また祈りで向き合っている神様が、そして取りなしてくださるイエス様がどういうお方であるかも、このキリストの言葉を通して思い起こすことができますし、過去に何をしてくださったのか、歴史を通してしてくださっていることも思い出すことができます。祈りにおいてとても大切です。そして知恵を尽くして互いに教え訓戒し、一人じゃなくてですね、グループということです。なぜ教会が大事かというとですね、一人だけでですね、一対一で神聖書を読んで祈っていると偏ったり、あるいは元気なくなってももう自分一人で頑張んなきゃということになってしまうんですけど、みんなで励まし合い支え合い祈り合うことで、こう知恵を尽くして互いに教えたり訓戒したり励まし合ったりすることで、信仰はですね、お互いを励まし養い合うことができるんですね。そのことでまたお互いのことを覚えて祈ることもできます。そしてですね、詩と賛美と霊の歌と書いてあるんですけど、別の訳ではこう詩編と賛歌と霊的な歌というふうに訳している聖書の言葉もあります。この詩とは詩編のことを指しています。ですので、これ初代教会、最初の頃の教会は詩編にメロディーをつけて歌ってたはずなんですね。で、後のクリスチャンもですね、詩編歌といって、この詩編の言葉にメロディーを新たにつけて賛美歌として歌っていたという伝統があります。またその他に賛歌という賛美歌もありますし、霊的な歌という信仰を養うような歌もあったようですね。私の教会にもいくつか賛美歌がありますよね。そしてまた、私はなかなかすぐには歌えないけど、聞いてこう信仰が励まされたりするような霊的な歌というのもあります。古い例えば有名な歌では、ハレルヤコーラスってなかなかすぐには歌えませんが、それを聞くと何かこう心が励まされ、また神様へ向けられていくという、そういう歌もありますよね。このような豊かな複数の種類の賛美の歌によって、感謝して心から神を褒めたたえる、この感謝というのは、神様がどういうお方であったかを思い起こして感謝が湧いてくるわけですけれども、そして褒めたたえるようにとあります。そういう意味で詩編はですね、私たちに神様がどういうお方であるか、何を祈るべきかを教えてくれて、そしてまた私を感謝の思いとですね、賛美へと導く書です。あとの残りもですね、苦しい時には祈り、なかなか苦しい時にハレリアなんて歌えなかったりするかもしれませんけど、祈りがまだ残されています。そして喜んでいるものがあるか、その人は文字通り本当に賛美しましょうと呼びかけていますね。このようにして祈りや賛美というのは、信仰を養い、また豊かにしていく大事な機会です。それでですね、日曜日のところに詩編をどのように読めばよいかということがちょっと紹介されていましたので、少し解説したいと思います。まずですね、ぜひこの詩をじっくり読んで、その背景やですね、神様にどのように語りかけているか、じっくり読んでみましょう。そしてまた詩編には非常にきちっとした構造もあったりするんですね、構成も。それは後でまたご紹介します。詩編の中にいろんな神様への呼びかけがあります。あるいは神様こういう方でしたよねと思い起こすような言葉もあります。詩編を通してぜひ神様を知りましょう。祈っているその相手である神様がどういうお方であったかを学んでください。あなたに対しても私に対してもそのような神様として向き合ってくださいます。またですね、詩編を読みながら自分自身について気づきを得るということがあります。私もこういう過ちを犯しているかもしれないなとかですね、私もこんな問題を抱えているなというようなことあるかもしれません。戒めや勧告があるかもしれませんね。今週読んできた詩編はほとんどみんな人間関係に苦しんでいるっていう詩編です。平たく今風に言うとですね、
それからまた読んでいて、私も同じような気持ちになってこんな経験したなというような重なる部分あると思います。共鳴するところ、共感することあると思いますね。ぜひそれは本当に私の経験を過去の信仰者たちもしてきたんだなと受け取っていただければ、そういうまた経験を、支援が神の言葉として載せられているということは、それを神様が受け止めていてくださったんだと理解していただくといいかなと思います。私の今のそういう思いも神様ご存知で受け止めていてくださるというふうにですね、読まれるといいかなと思います。また支援の中にはたくさんイエス・キリストを暗示しているような、またその十字架を指し示すような言葉もあります。そしてその十字架によってお救いくださる贖いの御業も描かれていたりします。ですので新約聖書のいっぱい詩編は引用されてるんですね。特に有名なのは十字架上でイエス様が唱えた詩編と言われている詩編22編です。今週学びます。ぜひその詩編を通してまたイエス様とその十字架救いの御業を思い起こしてみてください。そして詩編からこういうことを祈らなきゃいけないなという祈るべき課題を思い起こしていただければと思います。知っていただければと思うんですね。それはもしかしたら自分自身の問題だけではなくて、教会のこと、あるいはあなたの知っている誰かのことがこの詩編の中に描かれているかもしれないですね。同じ問題、苦しみを抱えている友人がいるということに気づくこともあるかもしれません。ぜひそうしたら、それに気づいたらですね、教えられたら、その方のためにも祈ってください。このように祈って支援を読んでいくとですね、非常に皆さんにとって支援はもっと誰かが読んだ詩というよりも私の詩になるだろうと思います。ではですね、早速支援に具体的に見ていきたいと思いますけど、まずですね、支援の44編です。この区分けはですね、すみません、口語訳の区分けです。多分新教大学聖書だと一節ずれるかもしれません。最初の説明を新教大学では一節として入れているのでですね、場合によっては最初の二節まで入れてたりするかもしれません。この節の区分け化は口語訳の節の分け方です。ご了承ください。はじめにですね、聖歌隊の指揮者によって歌わせたコラの子のマスキールの歌と書いてありますので、間違いなくこれ歌ったので賛美歌なんですね。メロディがついていたはずです。マスキールっていう言葉、先週もちょっと紹介しましたけども、どうもですね、理解する、洞察するなどの意味のあるヘブライ語から来ているんじゃないかというんですが、今一つまだ学者さんの間では確定していない意味の言葉なんだそうです。で、このマスキールは教訓詩とも訳されたりしています。教訓を与えてくれる詩というふうにも言われたりするんですが、しかし時に読むと内容が必ずしも教訓を言ってるかなというような詩もあるそうです。この44編もどちらかというと教訓かなというような、よく取ろうと思えば取れないことはないんですけれども、必ずしも教訓が中心に述べられているわけではない詩もあるそうです。でもそれぐらいちょっと覚えていただければと思います。マスキールの歌ということでですね、最初の一節から三節は歴史を振り返っています。神様がどんなことをなさったか、そしてその後の四節から八節、神が私たちを救われる、神様が私たちを救われるというような内容が続きます。でもその後ですね、9節から16節、嘆きが出ます。現実はこうなんです。しかし、こんなふうに辛い苦しい経験をしているということを打ち明けています。そしてその後17節から22節に訴えが出てきます。どうしてというようなことですね。最後は救いを求める嘆願になっていきます。例えば44編のですね、一節こう書いてありますね。神よ、いにしえ我らの先祖たちの日にあなたがなされた御業を、
彼らが我らに語ったのを耳で聞きました。過去に神様がこの民にしてきてくれたこと、先祖たちにしてきてくれたことをずっと聞いてきましたというわけですね。で、4節は、あなたは我が王、我が神、ヤコブのために勝利を定められる方ですと言ってですね、神様が勝利を与えくださるというようなことが続きます。しかしそういう神がおられるんですが、9節はところがっていうところから展開するんですね。ところがあなたは我らを捨てて恥を負わせ、我らの軍勢と共に出て行かれませんでした。あなたが我らを仇の前から退かせられたので、我らの敵は心のままにかすめ奪いました。どうも敵がいてですね、責められて苦しんでるっていうことが訴えられてるんですね。他の民族かもしれません、私たちからしたらそのように私を責める、なんか人間関係の中で苦しんでるっていうことにも置き換えられるかもしれません。でその後ですね、こんな現実があるんですと訴えながら17節を見るとですね、こんな目に遭ってるんですが、しかし私は誠実にあなたに生きてきたはずですと訴えるんです。17節、これらのことが皆我らに望みましたが、我らはあなたを忘れず、あなたの契約に背くことがありませんでした。16節には、また我らの歩みはあなたの道を離れませんでした。なのにということです。19節には、それでもあなたは山犬の住むところで我らを砕き、暗闇をもって我らを覆われましたと。山犬っていうのはですね、廃墟の場所に住むものなんだそうです、山犬とはですね。ですからこの山犬の住む場所とは、廃墟のような場所に追いやられたというような、そんなニュアンスだそうです。そんなふうに私はもう追い詰められていると言うんです。神様に信頼して歩んできたにもかかわらずこんななっていますと。そしてですね、救いを求める嘆願が23節から続きます。主よ、起きてください、なぜ眠っておられるのですか、目を覚ましてください、我らを常しえに捨てないでください。結構ストレートに言うのは、私こんな祈り祈ったことないですけどね、神様寝てんですかなんて祈ったことはないんですが、支援記者ですね、寝てるんですかみたいなこと言うんですよね。いや、なんかもう心の中には思ってるこういろんな焦燥感のようなものがストレートに出てるなという気がしますけれども、そして捨てないでくださいと必死に嘆願しています。私そういうような思いに駆られるようなことあるかもしれませんね。なんで自分にこんなことが起こるんだろう、そんなに悪いことしたわけなく誠実に生きてきたつもりなのに突然降って湧いたような理由のわからないいろんな苦しみ、悩み、あるいは誰かに責められる、誤解される、そういうような苦難を背負うことがありますね。自分が背いてしまった、あるいは過ちを犯したゆえに起こった現実は、ああしょうがないか、身から出たサビと思えたりするんですが、しかし何でかわからない、不条理ですね。なぜこのような起こるのか、まさにそのような経験がここはこの詩編は綴られている詩なんですね。このようななかなかこういう祈りって祈れないですよね、皆さんの前では。皆さんの前でこんな神様寝てるんですかなんて絶対祈れないですよね。私が説教でそんな祈り始めたらみんなびっくりしちゃうんじゃないかと思いますけれども、でも神様に個人と向き合って赤裸々に自分の抱えている思いを訴えて嘆願してるんですね。それが神の言葉として聖書に残ってるっていうことに意味があるように思います。そういう訴えを神様が受け止めてここに載せてるっていうことです。いいんだよ、自分の悶々とした思いを隠さないでいいよと言ってるかのようにも思えます。あなたの心に神様との関係を壊す感情、疑問、わだかまりとなるものがあったら、それをですね、素直に打ち明けること、それもですね、神様は受け止め向き合ってくださるっていうことですし、ぜひそういう思いを抱えて背を向けるんじゃなくて、むしろ神様に向かってそれを打ち明けて向き合うようにと招かれてるんじゃないかなと思います。しかしですね、この後
最後の44編のところは最後にですね、また後でも説明しますけど、26節に葛藤し嘆願している中でこう書いてあります。起きて我らをお助けください、あなたの慈しみのゆえに我らをあがなってください。最後にですね、自分たちは何か放置されているような不条理の状況の中にあるんだけれども、しかし神様の慈しみにすがって祈りますと祈るんですね。私が今まで正しいことをしてきました、救われるにふさわしいですと祈るんではなくてですね、あなたの慈しみゆえに我らをあがなってください。あがないというのはその相手が自腹を切って身代わりになって何か犠牲を払って私を連れ戻すというような、あるいは救うというようなですね、意味のある言葉です。自分の力ではなくてですね、神様が慈しみ深い方であるということ、これまでも神様によって助けられてきた先祖たち、先達たちもそのように助けられてきたことを思い出して、その信仰の原体験をですね思い出して、諦めずに不条理な状況にあっても神様に訴え続けるっていう、そういう姿がこの詩編に描かれています。では次にですね、火曜日に行きたいと思います。この火曜日は有名なイエス・キリスト の, 十字架もが描かれている詩編じゃないかと言われる詩編です。特にこの最初の一節のところですね、お読みします。22編ですね。我が神、我が神、何故私を捨てられたのかですか、何故遠く離れて私を助けず私の嘆きの言葉を聞かれないのですか。我が神よ、私が昼夜ばあってもあなたは答えられず、夜夜ばあっても平安を得ません。こういう経験も信仰者は時にするんですね。神様を信じるといつもハッピーで順風満帆だといいんですが、聖書を読み、その中に描かれている信仰者たちの歩みを見ると必ずしもそうではないんですね。本当にイエス様が一番いい例だと思います。十字架の上でイエス様はこの一詩編の言葉を唱えていたんではないかと言います。エリエリレマサバクタニとアラム語で叫んでですね、我が神、我が神、何故私を捨てられるのですかと叫んだと福音書の中に描かれています。これはおそらく詩編22編を唱えていただろうというんですね。この詩編は祈り求めても神様が答えないように思われる神の沈黙です。沈黙という遠藤周作さん の, 小説もありますけれども、祈っても祈っても何も応答がないように感じられる神様が沈黙している、その中で苦悩する信仰者の姿が描かれています。そればかりか人になじられ苦しめられて弱り果てていく悲痛な叫びがあります。ここに描くようにですね、炭素と早期、炭素と早期、こういうのが繰り返される詩なんです。炭素というのはですね、あまり聞き慣れない言葉だと思いますが、嘆き、訴える、嘆いてですね、私今こういう状況なんですっていうことを訴えている言葉です。事情を打ち明けて憐れみを請うような、そういう言葉です。今お読みしました1節2節はまさにそういう言葉ですね。でも3節にガラッと変わって、いやしかし先ほどの詩編の44編の同じようにですね、過去神様はこうしてくださったですよね。4節には、我らの先祖たちはあなたに信頼しました、彼らが信頼したのであなたは彼らを助けられました。振り返ると、しかしそれでも神様は信頼したものを助けてくれたよなというのを思い出すんですね。でもやっぱり現実に目を向けると苦しみがばかりなわけです。こんな言葉も出てくるんですね。しかしは、私は、6節です、虫けら、虫であって人ではない、別の訳では虫けらみたいな訳になっている詩編の訳もあります。私は虫であって、あるいは虫けらであって人ではない、人にそしられ民に侮られる、これまさに人間関係ですよね。自分を侮辱し苦しめる者がいるというんですね。虫けらのように扱われているというんですよ。でもまた9節から10節は、小さい頃のことを思い出して、私はあなたに命が与えられて、
9節、母の懐に私を安らかに守られた方ですよね。また振り返るんですね。私は生まれた時からあなたに委ねられました。今日も礼拝では献辞式がありますけれども、そのように神様に委ねられた子供だったというんですね。生まれた時からあなたは私の神でいらせたと、そんなふうに言って、また神様が共にいてくれたよなと過去のことを振り返り思うわけです。そして嘆願になります。遠く離れないでくださいと11節叫びます。さらにまた嘆訴が続きます。敵の攻撃があってもう瀕死の状態ですというようなこと、そして、救い出してくださいという21節の言葉で前半は終わります。獅子の口とかですね、それから野牛の角とか出てくる。これは字義通り取ると本当に獣に襲われているようなイメージですが、これは自分の敵をこんなふうに襲いかかる野獣のように比喩的に表現していると、理解していただければいいかと思います。野獣に襲われるような恐ろしい恐怖を圧迫されている他者からですね、経験を受けているというわけです。今風に言うとまさに誰かからハラスメントを受けているというふうに言ってもいいのかもしれません。この支援ですね、よく読んでいって福音書のイエス様の十字架の場面と振り返ると重なるところいっぱいあるんですね。もうまさにイエス様の十字架を予言している詩と言ってもいいです。読んだのはダビデです。面白いんですけど、22編の最初の説明にはこう書いてありますね。聖歌隊の指揮者によって曙の目近の調べに合わせて歌わせたダビデの歌。曙の目近の調べというメロディーがあったようなんですね。でもこの今お読みしたような詩の内容と曙の目近ってあまりにもなんかかけ離れていてですね、曙の目近ってなんたしファンタジックなタイトルですよね。どんなメロディーだったのかな、この詩とはなんたしこう合わないような感じもするんですが、どうもこういうメロディーをつけて歌ったようなんですね。やはりこの詩もですね、理不尽な苦しみを経験していることが読まれて嘆願をしています。少しですね、イエス様の十字架の場面と対比します。一節はもう先ほど言ったようにイエス様は十字架の上でこの言葉を叫ばれています。七節にですね、すべて私を見る者は嘲笑うというようなことが書いてありますね。八節には彼は主に身を委ねた、主に彼を助けさせよ、主は彼を喜ばれるゆえ主に彼を救わせよと揶揄している。その姿が福音書の中では十字架上のイエス様に対して群衆たちが非難誹謗中傷している姿として描かれます。十四節にはですね、私の心臓は牢のように胸の内で溶けたと、心臓破裂のような表現がされるんですが、イエス・キリストの脇腹をですね、槍で刺したとき、そこから水と血が出たというふうにヨハネによる福音書は書いてあるんですね。ある医学者の方はですね、これはもうすでにあまりの苦悩のゆえに心臓が破裂してたんじゃないか、ですので体の中には血がいっぱい内臓にはあったんじゃないか、脇腹刺した時にも本当に血清と血小が出たんじゃないかというように医学的な説明をする方もいらっしゃいます。さらにですね、15節には私の力は陶器の破片のように乾きという言葉が出てきます。この乾くという言葉もですね、十字架上でイエス様が喋った7つの言葉の一つです。乾くという言葉、イエス様の十字架の一番近くにいた弟子ヨハネはそれを記録しています。そして18節ですね、彼らは互いに私の衣服を分け私の着物をくじ引きにする。福音書を見るとローマの兵士たちがイエス・キリストの一枚の布をくじ引きして分け合ってた姿が描かれます。ヨハネはこれはまさに詩篇22編の予言が起こっている出来事として捉えて福音書に書き残しています。実はですね、ユダヤ教の当時のユダヤ教の文献ではこの詩篇を救い主として結びつける解釈は一切ないんです。しかし弟子たちはですね、イエス様が
この支援を唱えていたであろうということを記録し、そしてこの支援はまさにイエス様の十字架を描いていたんだと気づくんですね。こうして記録を残したんですね。ですのでこの22編一度お読みになられるといいと思います。この22編はまさにイエス様の苦悩が表された支援です。ダビデは本当に聖霊の導きによってそれを、彼自身の苦悩の経験だったと思いますし、それはまた十字架上でのイエス様の苦悩の経験です。そしてまたもしかしたら皆さんもこのようなことを訴えるような経験をするかもしれませんね。それはまた皆さんの経験でもあります。ということは皆さんがこのような見捨てられたような、また人からですね蔑まれるような辛い経験をしてこういう思いを抱える、その経験は過去の信仰者のダビデの経験ですし、イエス様の十字架の経験です。そしてイエス様は皆さんのその思いをよくお分かりになってくださり、受け止めてくださる方です。もう少しこの詩篇22編見てみますと、少しこんな風になっていっていると言ってもいいです。苦しい思いが打ち明けられて、その中でも過去を振り返っています。絶望しながらも振り返りながら、しかし神様こういうこともしたよな、こういうこともあったよなっていうことも思い起こすんですね。そういうのが行ったり来たりします、この詩篇はですね。そういう中で過去を振り返り、そしてまた神様に私自身の存在自体を受け止められてきたんだよなということも思い出します。見捨てられているような思いをしながらも、それが先ほどもちょっと幼い頃からと紹介した9節10節です。最終的にですね、この詩篇は先ほどは 21節までを紹介しましたけど、22節からガラッと変わるんです。22節からはですね、賛美に変わります。私はあなたの皆を兄弟たちに告げ、会衆の中であなたを褒めたたえるでしょうというふうに賛美に変わっていくんですね。絶望の中にも神様へ過去を振り返りながら信頼し賛美する言葉がありながら、そうしてようやくですね賛美になっていくんですね。信仰者の経験ってこう時にこうかもしれません。辛い経験をしながら、心が揺れ動き葛藤しながら神様と向き合って祈っていくうちに、だんだん神様がそれでも支えてくださるという信頼にたどり着いていって、最終的には救われた喜び、感謝に変わっていくということですね。聖書ガイドの14ページのところにこんな言葉があります。聖書ガイドの14ページの後半のところ下の方にですね、つまりというところですけれども、つまり詩篇は私たちに祈りの言葉を与えることで、現状の先に目を向け、神の恵みによって人生が回復される時がやってくるのを信仰によって見るようにと教えています。いろんな私の今の抱えている思いも詩篇は代弁するんですが、それだけではなくてですね、こんなこともあっただないっていうので、現状の先に目を向けさせてくれる言葉なんですね。そして過去の信仰者たち、詩を書いた者たちがそのように賛美へと導かれたように、私たちにも神様の恵みによって人生が回復される時がやってくるということを信仰によって見るようにと指し示して教えてくれるんですね。で、この後もこう書いてあります。このように支援を用いて祈ることで、礼拝者は新しい霊的な地平へと導かれます。支援は礼拝者の感情や理解を表現させますが、礼拝者は現状にとどまることはありません。現状だけではなくてですね、痛み、失望、怒り、絶望といった重荷を神様の前にして、あるいは委ねてですね、どんな状況にあっても神様に信頼するよう礼拝者は導かれるのです。この言葉、支援はですね、自分、私の抱えている思いにも寄り添いながら、さらにですね、私たちの顔を上げさせてくれてですね、神様に導いてくれる、そんな書だというんですね。
もう一つ短い詩篇13編を時間が来そうですけれども紹介したいと思います。22編からもうちょっと戻っていただいて13編です。この詩篇もですね、やはり誰かこう敵と言われるものがいて、その敵に悩まされなかなか助けを得ない状況の中で読まれた詩のようです。やはりこれも詩もですね、ダビデの歌と書いてあるので、賛美歌として歌われたんだと思うんですね。まず一節二節は嘆きから始まります。主よ、いつまでなのですか、常しえに私をお忘れになるのですか。なんか永遠に自分が忘れ去られているような、すごく寂しい、心細い、また苛立ち、不安といった思いがここに打ち明けられています。いつまで御顔を私に隠されるのですか。御顔を隠すっていうのは顔をこう背けられてるってことです。背を向けられてる、なんか見捨てられてるような、そんな表現です。でこのダビデはですね、いろんな辛い経験をしてるんですね。まあ、ダビデの人生を見るといっぱい敵もありますし、時の王からも命を狙われて追いまくられてですね、自分の国にすら入れなくなった時代もあるんですね。そういういろんな辛い経験がここには込められているんだろうと思います。私は魂に、まあ、心に痛みを負い、ひねもす、まあ、ずっとですね、四六時中心に悲しみを抱かなければならないのですか。いつまで敵は私の上に崇められるのですか。まあ、敵がですね、優勢で崇められているような、そんな状況だというんですね。私もこのような思いに駆られることはあるかもしれません。祈っても祈っても全く返答がない、暗闇の中にただ石を投げているだけで祈ることすら無意味に感じるような時ですね。あるいは神様から無視されているような、背を向けられているような、心細さ、焦燥感といったものですね。それが綴られている詩篇です。そこから背を向けるんじゃなくて、神様にですね、神様に向かってこの祈りはやはり訴えているんですね。3節4節が祈りの言葉です。我が神、主を見備まして、あるいは私を顧みてくださって、私に答え、私の目を明らかに、目を開いてくださいと言うんですね。そうしないと私はもう死にそうですとまで訴えます。でもやはり最後にですね、信頼へと心が向きます。5節のところです。しかし私はあなたの慈しみに信頼し、私の心はあなたの救いを喜びます。おそらくまだですね、完全には救われているわけではないんですが、慈しみ深い神様に信頼して、また神様は私を救ってくださいますよね、確信を持って喜ぶという詩です。そこで先ほどもちょっとちらっとですね、慈しみ、神様の慈しみ深さに信頼して、よりどころとして祈る、助けを求めて祈るということをお話ししましたが、この慈しみという言葉、ヘブライ語でヘセドという言葉が使われます。あるいは憐れみ深いとも訳してもいいです。このヘセドという言葉は非常に豊かな言葉だそうです。神様が私たちと心と心を通わせる人格的な交わりをしてくださって、その中で誠実に私を愛し、約束を果たし、関わって介入してくださる、そういう方だっていうようなニュアンスだそうです。まあ、ですのでこの慈しみって一言だけではなかなかこう言い表せない、日本語では豊かな言葉なんだそうです。あなたが私と心を通わせてくださり、交わってくださり、誠実に愛してくださって、必要な時に介入してくださる、助けてくださる方ですよね。そういうあなただから信頼して祈りますし、救ってくださると確信し、感謝します、喜びますと、この詩は歌っていきます。私たち有名な賛美歌で、ね、慈しみ深き友なるイエスはとありますね。私には新約聖書も与えられていて、神様がいかに個人的にお交わりくださり、約束を必ず果たし、誠実な愛を持って向き合ってくださる方かを、イエスキリストを通して私たちはまた思い出すことができます。このイエス様の通してですね、表された神様の慈しみ深さ、憐れみ深さ、そこに信頼してですね、期待して、苦難の時もですね、祈れそうに思えない時も支援を持って祈れたらいいなというふうに思います。
時間が来ましたので、ここまでにしたいと思います。ではお祈りいたしましょう。天にいらっしゃいます父なる神様、今週は特に困難な状況の中にある中で読まれた詩から祈りについて学ばせていただきました。この詩を読みますと、今抱えているいろんな思いを素直に神様に隠すことなく打ち明けています。そしてまた訴えています。しかし同時に神様がこれまでしてくださった御業をも思い起こしつつ、そして最終的には神様の慈しみ深いその愛によって信頼を得て、あなたへと心を向け願い、また救いを確信し賛美する、そのような信仰者の在り方を学ばせていただきました。私もそのような苦難の中に祈るそうもない時にを経験することもありますが、この支援を思い起こさせてください。支援を持って祈らせてくださいますように。そしてまた支援が指し示している慈しみ深いあなたを、特にイエス様を通して表されたその恵みを思い起こさせてくださり、祈らせてくださいますように。そしてまた私たちのいろんな思いをも受け止めていてくださいますこと、寄り添ってくださいますことも感謝いたします。またこれからも支援を学んで深めていきたいと思います。どうかお導きください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。祈りを教えていただきまして、いい学びになったと思います。ありがとうございました。それでは今日の安息日学校閉会にの賛美歌を皆さんと一緒に唱和させていただきたいと思います。ご起立をお願いいたします。閉会のお祈りをさせていただきます。天国にいらっしゃる恵み深きお父様、本日の安息日学校の大切な時間、あなた様の御言葉を学ばさせていただく時間をお与え、お守りくださいましたことを感謝いたします。私たちはこうして安息日に教会に集い、あなた様の御言葉に触れ、学ぶことのできる大変恵まれた環境にいることに心から感謝いたします。世界を見回してみると、今ウクライナでは戦争が続き、イスラエル・ガザ地区では連日大勢の方々の尊き命が失われています。また私たちの身辺でも、親しい方との
しばしの別れ等があります。どうしてどうしてこのような悲しみ苦しみが耐えることなく続くのでしょうか。教えてください。あなた様は私たちに何かしらの役割をお与えくださり、尊き命を与えてくださいました。障害を持って生まれた方、不幸な戦争下で家族や友人、知人を亡くされた方、すべての人たちは必ず何かしら役割を持って、あなた様は生命をお与えくださいました。とりわけ恵まれた環境下にいる私たちは、より一層あなた様からがお与えくださいました役割、賜物を持って、それを果たすために弱き者を助け、お互いに学び愛し合う必要があります。これからもずっとずっと私たちを見守り愛してくださいますように、夫や妻を愛するように、たくさんの人たちが助け合い愛し続けられますように、尊きイエス・キリスト様のお名前を通してお祈りさせていただきます。アーメン。本日の安息日学校ご出席ありがとうございました。このあと10時50分まで休憩の時間に入らさせていただきます。10時50分から教会発表、その後礼拝に入りさせていただきます。本日の礼拝説教は当天沼教会主任牧師であられます近藤先生によりまして、人の心模様と神様の救いと題して学ばさせていただきます。どうもありがとうございました。